こんばんは。こんばんはーちゃん。こんばんは。こんばんは。はい、今日は。今日は、今日は、なんだろう。8月の、8月の21とかですかね。21の日曜日でーす。イェーイ。こんばんは。やっほー。こんばんは。はい。今日はなんと、髪を切りましたー。はい。ということで、今日はですね、実は髪を切ったんです。こんばんはやったー。そうなんです。だから今日は、お、これはショールームしなきゃと思って来ましたよこんばんは。綺麗って来た、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。いやー、なんかでもちょっと前からなんか切っちゃおうかなみたいな気持ちがあって、でもちょっとそう、夏が終わるぐらい、夏休みが終わるぐらいに切ろうかなって思ってたんですよ、なんとなく。そう、なんか区切り的になんですけど、もうなんか切っちゃうみたいな、自分の中で切っちゃう切っちゃうってなって切っちゃった。はい、こんばんは。後ろはこんな感じどうなってるかけど、そう、後ろを見るとさ、短いって思いますよね。こんばんは。髪切った、そうなんです、大人っぽい、かわいい、ありがとうございます。そう、お話し会前に行きました。いや、そう、これはそうなんです、お話し会にちょうどさ、美容院に行ったらセットもしていただけるし、お話し会そのまま行けるし、名案だと思ってちょっと行ってきた。短くした感想は、いいじゃんいいじゃんって感じですね。なんか、なんですかね、全然違和感がなくて、本当に切った瞬間から、なんかそう、美容師さんにも、いや普通なんか切ったら、わーとか、なんか切っちゃいましたねみたいななるんですけど、なんか全然微動だにしないねみたいななんか言われたくらい、自分でもあんまり違和感がなくて、そう、お母さんはすごい、もうなんか見慣れなくてどうしようみたいな、すごいなんか一人で、なんか、てんやわんや、てんや、してるんですけど、自分的には、なんかもう、前世ショートカットだったのかなって思う。そう。すごい、でも自分が多分自分が自分を一番見てるからかもしれない。ちょっと見慣れました、早っ見慣れたっていうか、もう切った瞬間から見慣れた。はい、こんばんは。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。確かに、ちょっと今日はね、セットしていただいていいけども、このまま長さっていうのはね、結構一番セットが大変というか長さだと思うので、まあでもまあなんとかなるでしょうみたいな感じで、まあまあまあラフな感じで行くのもありだし、なんとかなるねっていう
ランクルナイサーの精神で生きていきます。こんばんは。ねえ、こんばんは。そうなのよ、髪切ったのよ。今日は外跳ねしてもらいました。はい、メンバーもびっくりした。そうなの、なんかあの待ち合わせ集合場所みたいなところで今日は待ってたら、あやみんが一番最初に、あやみんと一番最初に会ったんですよ。それで、って言ってめっちゃ可愛いを連呼してくれて。そうなの、あやみんが一番に見て、すごい。でもあやみんがそのトップバッターで一番反応がなんか大きくて、そう、その後の、そう、今日16期全員に会ったんですけどその16期、その後16期とか、まあいろんな人に会ったんですけど、意外と、あ、本当だみたいな、なんか、そう、全然おりんとか普通に、まあなんかエレベーターの上と下みたいな感じだったんですけど、あ、エレベーターじゃない、エスカレーターの普通に会話したのに気づかなくって、後でこうやって見せたら、あれ本当だみたいななる感じで、そう、だから意外となんか気づかない人もいた。みんな気づいたのかなあとクルルンが猿になったそう、なんかクルルンが私を見た瞬間、ウキって言ったんですよ。そう、多分切ったの木しか出てこなくて、ウキって言って猿になっちゃいました、クルルンが。そう、似合ってる証拠は良かった。ごめんなさい、全然、そう、今日も話し会で、でもオンラインだと絶対その背景もっていうか、この長さだとさ、こうからロングに見えますもんね。こうやって後ろに鏡あるように見えるし、そう、絶対オンラインでは絶対気づかないなと思って。そう、確かにバナナあげたいな。そう、面白かった、嬉しい嬉しいねえ。そう、でも一番気になるのはちょっとこれでね、公演とかっていうか何をするにも初めてになるので、そう、このあとシャンプーとかドライヤーとかがもう楽しみでしょうがないです。もうどんだけ楽になるんだっていう楽しみすぎるね。その時間何に使う、その余った時間。今までこのここの髪の毛乾かしてた時間何に使おう。そう、話し会でも意外と皆さん気づかなくて、あの全然いいんですけど、鍵開けっていうんですか、その一番最初の方がまあ初お披露目かなみたいな、みたいななるかなと思ったけど、全然普通にお話しして、そう、みんな普通にお話しして、逆に言われたのは本当に少ない、言われた方が少ないぐらい、え、みたいな。そうそう、ね、こんばんは。髪型に気づこうとか思ってるやつ、確かにあるあるですよね。なんか髪切った髪型変えた、クロス春尾です。そうですよ、乾く湯船に浸かる、あ、その分長く、あー、いいですね、確かに。そう気づいたけど俺モテないって、あれ矛盾してるな昨日の公演行きました、素敵でした、ありがとうございます、嬉しい。早く公演やりたいな、これでウキ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 、はい、
や、オンラインだと絶対気づかないですよ。ちっちゃいですもんね、こうやって。ね、こんばんは。ツインテールができない。頑張れば。顔文字みたいな絵文字の。そうですね。でも私結構髪伸びるの早い気がする。なんかとにかく前髪が伸びるのが早くてですね。で、あの髪、前髪と後ろ髪がもしも同じなスピードで伸びているのであればとても早く伸びるっていうことが分かっておりますので、とにかくこの儚い時間を楽しみたいと思います。こんばんは。そう、今日16期全員に会ったんです。レッツゴーのリバイバルやりたい。え、でもしかもそのなんか全員集合したの、一気に。え、なんかどんどん集まってきて、最初カオリンとかアヤミンとかズンちゃんとか私がなんかちょっとそう言ったんですよ。広場っていうかなんかフリースペースみたいなところに。で喋ってたらなんかクルルンと誰だっけな、誰かとかが来て、アナーミンとかが来て、ズッキーとかも来て、あれなんかだんだん集まってきたぞみたいな。これはもしや全員いるんじゃないって言って、楽屋に行った16期も呼んで、え、待って、だって絶対一人足りないよみたいな言ったけど、なんかみんなチーム A 全員いますとか、チーム4もいますみたいな、チーム B も全員いますって言って、なんかすごいテンコ取り始めて、そしたらなんと全員いて。そうなの。いや、お話し会の会場でたまたま一箇所に集まるっていう、もう怪奇現象が起きて。そうなの。だって16期何人だろう。それでなんか集合写真撮っちゃった。みんなで誰か載せてたかな。そう、でも私この集合写真さ、マスク取り忘れちゃった。そう、しかもなんかここにマスクしてるってめっちゃなんかやだ、取りな、マスク取りなよかったっていう、まあ、ちょっと後悔はあるんですけど。あとこの集合写真、実はあの周年公演の時に16期生って、あのてかテロップ出すか、16期生はあの同じ、毎年同じ並び並んでるんですけど、なぜかその並びになってます。この時もなんかナーミンがあの並びじゃないとダメだよって言い出してあの並びになった。そうなんですよ。こんばんは。そう、面白い。急にびっくりしちゃった。もう何年ぶり？全員集合。だって8だから11人もいるんですけど、11人が同じ時間に同じ場所に集まるってすごすぎ。本当にねえ。こんばんは。すごすぎるよ。ねえ。そう、チーム4二人だからさ、あれなんですけど。そう、16、いやーなんか、今考えたら本当にすごいなって思い始めちゃった。母ちゃんの髪型を見たかったからだね。そうかな。ね、嬉しかったです。
そうです。ね、16期でなんかまたやりたいですね。こんばんは。姿勢が良すぎる。姿勢良くないよ。私もそこにいたかった。かわいい。確かにね。朝の寝癖が大変になった。怖い。私本当に大丈夫かな。ねえ、16期最強です。ありがたい、ありがた口です。ありがた口です。そう、いや今日ね、なんか美容院に行った時に、あのゆいゆいさんのお写真と、あとカオリンの写真を見せて、こういうこのぐらいの長さにしたいんですよっていうことを言ったんですよ。でそれをそう真中に言ったら、いやボブといえば私でしょって言われて、ああ確かにと思って、そう見てから、いや真中見てから、あれめっちゃもうなんかオソロッチみたいな、超同じ髪型してる人いると思ったら真中で、確かにって思ったんですけど、そうなんか思いつかなくて真中のことがね。そうだから総理すいませんまなか。そう、いや宣材写真じゃなくて、なんか、あ今22時22分です。あのインスタグラムのなんか髪切りましたみたいな写真。そう、いやそうナーミンぐらいはちょっと、あのちょっと一回ワンクッション。でも本当だったらもうちょっと長いこれぐらいの写真、なんかそれは全然知らない方のインスタで見つけたミディアムヘアみたいな、これぐらいの写真も見せて、 このぐらいにした方がいいんですかねみたいな言ったんですけど、でまあやっぱ その方が無難、これぐらいだったんですよ私。これぐらいで、これぐらいにしてからこれの方がまあどっちも楽しめるし無難ではあるけど、あのびっくりさせたいとかならまあこれぐらい切ってもいいんじゃないみたいな言われて、あのびっくりさせたいですって言ってこれになった。はい、あのびっくりしたかなみんな。確かにインスタの雰囲気がすごい好き。どこが嬉しい、ありがとうございます。全然なんか統一感みたいなないですけど、でも出てきたかな、なんかどうなんですかね。で前よりちょっと気軽に投稿できるようになりました。でも割とちょっと明るいかもですね。自分で言うのもあれ。最近黄色をよく着てるから、あ、そんなことない。そうです。ね、あやみんがびっくりしてくれてよかったです。はい。いやでも、そう、びっくりしちゃって言えなかった。あ、そっちの、そう
ですよね。だってあのお話し会って短い限られてるから、そんなびっくりしてたら言えないですはい、あ、はーちゃんの TikTok も楽しみ、ありがとう。 TikTok も見てくださって、そう、明日以降の TikTok もボブになるは、まあ、でもちょっと取りだめとかしてるからなら、うん、なるとは限らないです。そう、こんばんは。びっくりさせるのやめて。私でもびっくりさせる。サプライズ好きな人で、そう、めっちゃサプライズ好きな人ってなんかあんまり好かれない、好かれないっていうか、なんか結構嫌がられるイメージあるんですけど、私残念ながらサプライズが好きでして、そう、ちっちゃい頃から本当にサプライズが好きで、なんかそう、お母さんのが帰ってくるまでになんか、あ、なんていうんですか、紙吹雪を折り紙からこう全部切って、これぐらいにして全部そこになんか全部なんかママ大好きみたいなことがめっちゃ書いて、全部一個一個手書きして帰ってきたらわーみたいなやったりとか、本当にサプライズみたいな、なんか人に隠れて準備するみたいなのが好きなんですよ。そう、絶対嫌ですよねそれそう、あ、そうですね、怖い、あ、かわいいか、怖いに見えた、そうなのよいやいや、でも ちゃんと人に迷惑はかけないようにするんですけど、そう、でもいまだにそのお手伝いとか、家のお手伝いとかするときもなんかこれやっとくねとか、あ、言ったり、あとそのお母さんの前でお手伝い、例えば お皿洗いとかもお母さんが見てるときにやるのが あんまり好きじゃなくて、なんか見てないときとかいないときにこうバーってやっていつの間にかできてるみたいなにしたくて、でも逆にそれが多分迷惑だからそう、ご飯とかも急に作ってるみたいな、でもお母さんからしたら、いや帰ってくるまでに、あ、今日はこれ作ろうとか考えてるのに、そう、私が勝手にやってるっていう、めっちゃ迷惑な人間ねえあ、え、分かる人いた、そう、なんか分かるって、一緒ですね、みんな嬉しい嬉しい、どういうこと、いや本当にそれぐらい結構、でも魚座あるあるなのかなって勝手にそういうの好きなので魚座あるあるとか思ってるけど、どうなんですかね、全国の魚座、魚座そんなこと、魚座はロマンチストって言って、そう、あと妄想が大好きみたいな、そう、で、聞いたことがあります。でも自分が、サ
プライズされたことあんまりないけど、あ、でも前に お友達が誕生日で、あ、そう、誕生日のちょっと後ぐらいに一緒にご飯を食べに行った時に、急になんかハッピーバースデーって言って、あのケーキがお店で出てきて、ご飯屋さんで、そうっていうサプライズはあったんですけど、嬉しかったけど、へーみたいな嬉しかったですね。でもやっぱやる方が好きかもそう、サソリ座です。水亀座、いいね。ねえ、いやでも絶対そんな12個、人間を12個に分けれないから、なんか魚座あるあるとか絶対ないんですけどね、なんかその思い込んじゃ。子が髪切ると何かあったのって確かにあるあるかも。なるほどね。いや、あるあるかな、私は思わないけど、あるあるですか。切りたかったんだねって思う。あ、水がめっちゃいいね。いいですね。昭和のあるあるって言われて面白い。昭和、確かに。いやー、令和ね、令和ですよ令和ってかっこいいね。あ、そういうこと。心境の変化が心配でした。本当に嘘、全然何もないよ。何もないっていうか、むしろなんか切るって行為はすごいなんかポジティブな行為じゃないですか、逆に。そうね、切る、そう、あー、バッサリ切る、失恋した、そうそう、失恋し、よくあるけど、失恋したのも、失恋したから切り替えるぞっていう、めっちゃポジティブなイメージ。生誕祭行きますね。お待ちしてます。ありがとう。獅子座、初めて見たかも、獅子座の人すごい。あれ、昭和感覚、あれあれ、ではでは、こんばんは。ね、じゃあ次の楽しみは25の
チームボー公演ということで、劇場とかオンデマンドでお待ちしてまーす。はい、あーそうですね、あと TikTok も毎日投稿してるので、よかったら見てください。あとは、あとはお話し会あの劇場版、久しぶりのリップクロスがの劇場版が明日の一応明日のお昼1時までの受付となっております。はい、はい、ついに最終受付というか、あの一応本はあの最終受付だった気がします。だからお忘れなく。はい、ありがとうございます。リップクロス、はい、ということで、リップ、あ、そう、今日は筆箱の中身、同じ筆箱を、いいね、そう、今日は筆箱の中身ってやってます。で、なんだっけ、もう頭が回らなくなってきた。カチコチ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 コチカチ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 カチコチカチ、今日の夜ご飯クイズ、あ、なんだろう、なんだっけ、ゆるごはんクイズ、はい、今日のゆるごはんクイズは、確かに平日ですもんね、うん、もう絶対に画面から出てやります。オンデマンド見ててください。来る、きっと来る、出てやるぞ。今日の夜ご飯は、私の夜ご飯はね、待ってください。何あれ？なんだろうあれ？なんだろうなんだろうなんだろう。なんだっけなんだっけなんだっけ。待ってどうしようどうしよう。じゃあどうやって出せばいいんだろう。じゃあ行きますよ。ヒントは、です。どうぞ。これ絶対わからないです。だからなんかどんどん今のヒントに沿った具材を言っていった方がいいかも。なんか料理名は私もわからないので、料理名はなし。具材を当てよう。ではでは。絵を描いているので、皆さん当ててね。はい、じゃあそこまでです。カン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 、あーそうか、
確かにね。じゃあ行きます、見ます、正解の方いるのでしょうか。確かにプロテイン、プロテインじゃない、今中山きんに君さんのテーマソング流れてる頭の中。ずるいなこれ。まあいっか。じゃあ和弘さん正解です。正解、はい、か正解。73さん正解です。吉野さん正解です。待って、山さん今までで一番近いです。そうだよね。違うな。吉野里さんは正解かな。でもこれずるいよね。つっちゃんさん正解です。まあ、いっか。同じ人だ。よし、終わり。じゃあそんな感じです。はい、じゃあ正解はこちらです。じゃじゃん。はい、これが正解なんですけど、鶏のささみ肉とキノコでした。なので私は、まあ、鶏の胸肉とかささみ肉って言って欲しかったんですよ。こうやって筋肉になるよっていう、そうなんですけど、まあお肉って答えてくださった方は、まあ、ちょっとずるいんですけど、まあ正解にせざるを得ないので正解にして、焼肉って言ってくれた方は、まあ、焼いてなかったんですよ。そう、なんかね、なんていうんですかね、なんか浸してたみたいな。だから焼肉はダメで、で鶏肉って言ってくれた方が一人いて、その方が一番近い。そうで、豚肉とかお肉じゃなくて、もう豚とかだったら、あ、ちょっと豚肉ではないので不正解っていう基準でした。はい、以上夜ご飯クイズでした。ちょっと料理のそのどういうあれなのかはちょっと詳しくはよくわからないんですけど、なんかこうなんかトロトロトロってしたものがこうなんか周り
味についてた気がします。はい、美味しかったです。なんか異議唱えてる。マイクロスコープ、ということで、皆さんありがとうございました。そうです、もうクロスケで筋肉といったら中山筋肉さんか鳥ささみということで、皆さん今日は見てくれてありがとうございます。遅いのに、本当に嬉しい何がかわからないけど嬉しいので、これからもやっていきたいと思います。何を、はい、じゃあランキング読みますね。第13位の方から、第3位ありがとうございます。つっちゃんさん、ありがとうございます。じゅんさん、ありがとうございます。モニテル最高さん、ありがとうございます。ゆっぴしさん、ありがとうございます。のし、よしのりさん、ありがとうございます。バタヤンさん、ありがとうございます。ケイタさん、ケイタンさん、ありがとうございます。ニューヘアスタイル、とても陽気。おりんごさん、ありがとうございます。マイケル・ジョーダンさん、ありがとうございます。スピンナさん、ありがとうございます。エイトさん、ありがとうございます。そして第1位は、ヤマちゃんさん、ありがとうございます。ということで、皆さん見てくれてありがとうございました。じゃあまた会いましょうね。はい、会いましょう、絶対に。明日は月曜日、私はもう全力でパワーを送っておきます。はい、私はもう夏休みなので、皆さんに全部パワーをあげます。どうぞ。じゃあまた会いましょう。じゃあ最後に自己紹介して終わりにします。あなたの視線、私の視線をクロース。はーちゃんこと黒瀬はるかでした。ありがとうございました。バイバーイ。イエーイ、ありがとう。田口、バイバーイ。あれ